みんな何してるの？戻っていなさい。パパたちは大事な話が。パパ！怖いか。だがカナンの地へ行けばこの姿もなかったことにできる。パパとエル二人で幸せに暮らせるんだよ。本当に？来ちゃダメだエル。貴様が命令するな。カナンの地で精霊オリジンに願い、私は人生をやり直す。もちろんエルも一緒にな。私の娘として生死世界で生まれ変わるのだ。生まれ変わる？それは別の人間になるってことでしょ？私たちに変わりはない。パパ、何も心配いらないよ。思い出なんてまた作ればいい。おいで、今度はきっとママも一緒にいられる。入れ替わるためにルドガーをこの世界におびき寄せたのか。エルを利用して。そう、エルは必ずルドガーと戻ってくる。なぜなら私が最後の道しるべだからだ。娘の愛用をもてあそぶとは、貴様らに何がわかる。これは兄と父を殺して手に入れた力だ。くっそ、やべえじゃないか。遅いな。やめて、やめてよパパ。ルドガー、待っていなさい、すぐに終わる。おろいたち、レンガの8、泣きしぐれ、バインドサージ、泣きしぐれ、一陣、引けなくない？大丈夫？一陣、あなた、本陣連携、泣きしぐれ、前離れ、氷月戦、氷月戦、グレン勝負、聞き覚えのある技ばっかり使いよう。あ、そりゃそうだ。本陣連携、一陣、氷月戦、総裁一陣、覚悟してもらおう。スタンドイッチ、スタンドイッチ、おいおいおい、ちょっと待って、ピオノンだな、これは。ピオノン多分ないけど、うん、まあピオハンでもいい、ピオハンでもいい。ボルテックセス、全員にピオハン。ちょっとこんなことやってる場合じゃないんだけど、大丈夫、欲しい。あー、なんか見慣れない、見慣れないのについた、見慣れないのついた。させない、エミングライト、ライト、泣きしぐれ、ハレンザン、ハレンザン、落ちろ、ラスト、キエン、もうすぐ、総裁陣、ミラ、呪いたち、よし、切り立て、泣きしぐれ、総裁陣、セイ、サオラ、バッサイザン、はぁーからの、ボルテックス、ソーハッ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 、テアッ、
セイス、おりゃまたデストラクト、まだ無理離れ、タイまだ離れちゃってない、無理離れ、ゾウハレンザ、マイハダレ、これが最強の外角だ、エニングリートバスター、スクエハッ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 どうもグラシャです。テイルズオブエクシリア2を初見実況プレイしてみたパート32になるかと思います。先ほど数秒前にね、今この画面の先にいる男に初めてのゲームオーバーをいただいてしまったので、そのリベンジと行きたいのですが、前回の敗北から数秒前からですが、リアルでは1日経っております。で、やつはね、弱点がないんですよね。弱点がないから、もう、今までずっと防御タイプでやってない、今回ちょっと、作戦変更という形で、全部攻撃にしていきたいと思います。何が変わるかは特にわかりませんが。やめて！やめてよ、パパ！ルドガー！待っていなさい。すぐに終わる。おっと、まだ策はありませんぜ、ウォーハーヒラーヘッセイハッナッセラー、死ね死ね、そばいし完全なる外角の威力を、またデストライト水よ、デストレックス、ラッシュリング、ルドガー、スタビルマイン、ヘッセイ、ナッシグレ、取ったぞ、スタビリーライズ、ブラッディーブレイズ、ハンドリッツ、ブラッディーブレイズ、ノーエン、ひらめけ、やらせない、グレン勝負、ノーエン、ラフドレンジ、しっかりして、カタラクトリボルバー、電気中高、今だ、決めろ、メイリースティンガー、ホロイタチ、マイオドラゴン、しっかりしよう、ホロイタチ、ハンドリッツ、ブラッディブレイズ、おろいたし、ガガヨウ、負けられないんだ、ナッシグレ、マイオバイ、サビリーエイユ、ひらめけ、ブラッディブレイズ、ハッシュ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 、ブラッディブレイズ、ナッシグレ、行こう、でぇや、カーバレッジ、カタラクトリボルバー、メイリースティンガー、リンクチャージ、やるぞ、すごい、チェスイカフ、ケンズルがごとく、カスルがごとく、我が剣となるスプリームエレメンス、はぁ、スタビリーエイム、はぁ、シライス、惜しいな、これが最強の外角だ、さぁ、さぁ、最高到達、ラッシグレ、一発目、ほら、ほら、ラッシグレ、アマテラス宇宙、死ね、死にそばいし、完全なる外角の威力を、またデストライト、ルドガー、まだまだ、ブラッディブレイズ、ノックスウィンド、ナッシグレイズ、ロイタチ、ナイトチャージで防いでもらう、メイリースティンガー、ボイドラッシュグレ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 一陣、ソーハッ、待て、背中はまだ、水が、さあ、反撃だ、一陣、はい、ボロイタチ、ナックレ、フリッカー、ソーサイチン、一陣、
惜しいな。ラップバイさせない。バブルストーカーゼロディバイド、クイックフリッカーさせない。ゼロディバイド、ボルティックチェイサー、ブラディバイド、キエン、モーシューガー、攻撃で俺が最強の。なしぐれ、私とだな。おろいたち、エミリー・ゼロディバイド、させない。おろいたち、させない。ゼロディバイド、おろいたち、総裁陣、欲しい。無連勝負、一陣、勝ちました。エミリー・ゼロディ、グレン勝負。なんとか外角を抜けた、外角を抜けた。超人ライダー、一陣フォー、惜しい。ロイカレー、一陣フォー、グレン勝負。おもろいたち、超人ライダー、マイハダレ、覚悟してもらおう。マドフェイント、総裁陣、マイハダレ、超人連携、マイハダレ、超人連携、ルドガー、リンクオン、超人連携、マイハダレ、ラクシグレ、総裁陣、俺の本当の世界は。応援。パパ、みんな、なんで。ごめん、エル。手加減できる相手ではなかった。体が、くそ、間に合わなかった。聞け、ルドガー、一族の力を使える限度は決まっている。力の限度？まさかその代償がタイムファクターか。力には代償がつきまとう。逃れる方法はない。それでお前は生まれ変わりを選んだのだな。ルドガー、お前はどう選択する。ビクトルを殺す、自分は殺せない、殺せない。そんな覚悟でエルを守れるのか。私はお前だ。ルドガ、エルさんは。これはタイムファクターか。なんでエルがタイムファクター化を。もしかしてルドガーの力はエルの。
ここではどうしようもない。ディールで宿を取ろう。ルドガーさん、おつらいでしょうね。だが、何もしてやれない。精霊の主も無力なものだな。タイムファクターか。しかし、なぜエルがタイムファクターかを。ビクトルさんによれば、タイムファクター化は限度を超えて一族の力を使った代償だと。エルは分子世界のルドガーの娘、つまりクルスニクの一族だろう。しかし外郭の力は使っていないはずだが、うん、ジュードさん、先ほど何か言いかけましたね。心当たりがあるのでは。うん、外郭の力の鍵は時計だよね。ルドガーが初めて外郭に変身した時、時計を持っていたのはエルだったんだ。ルドガーはエルを媒介にして力を使っていた。その証拠にミラさんと出会った時、ルドガーは外郭に変身できなかった。エルさんが一緒にいなかったから。つまりルドガーの代償をエルが引き受けていたのだな。代償のことをルドガーさんは承知のはずないですよね。ごめんルドガー、僕がもっと早く気づいていれば。無理もない。まさか外郭とタイムファクター化にこんな関係があるとはな。エル、かなり参ってる。タイムファクター化の影響か。それより精神的ダメージだね。目の前で父親が。あ、ごめん。あの状況じゃどうしようもなかったよ。エルも心配だが、ルドガ、君は大丈夫か。レアは平気だ。正直混乱してる。俺は平気だ。君は強いな。自分自身の消滅を見るのは相当なショックだろうに。無理はするなよルドガ。私たちには生き残ったからこそなすべきことがあるのだから。クランスピア社か。最後のカナンの道しるべの回収を確認。至急マックスバードリーゼ海底へ来たれ。どうしますか。出発は明日にしよう。今夜は休むべきだ。それが賢明ですね。お腹空いたでしょ、エル。ルドガーがスープを作ってくれたよ。違う。こんなの違う。エルが食べたいパパのスープじゃない。これで大事はないよ。またスープを作る気？作りたいんだ、エルのために。
ルドガ。気の済むようにするといい。手伝うよ。左手まだ動かしづらいでしょ。できたね。ごめん、こんなことしかできなくて。味見するか。うん、いい味出てる。ルドガ、万が一ビクトルさんの計画がうまくいったとしても、それは絶対にエルの幸せじゃなかったよ。きっとエルも分かってくれると思う。おいしい。ルドガ、エル、一個分かったよ。消えちゃうってことは、その人のスープがもう食べられないってことなんだよ。ごめん。ルドガーはエルを守ってくれたんだよね。パパから。エル、大丈夫？ルドガ、今いい？いつもの最速なんだけど。ああ、分かってるよ。いつもごめん。けど私、これが仕事で。ルドガーさん、どんな時でも現実はついて回るものですよ。現実を考えれば、エルをこれ以上危険にさらすべきではないだろう。ローエン、エルが安全に過ごせる場所を確保してもらえないか。それは構いませんが。エルが偽物だから置いてくの？そんなはずないだろう。お前が心配だからだよ。そ
そんなはずないだろう。そんなはずある。パパが、そうだし、パパが一緒にいたかったのは本物のエルなんでしょ。わかった、一緒に行こう。チャプター12、俺とエル。感情がね、ちょっといっぱいいっぱいですね。ルドガーとエル、ビクトルだね。ルドガーとエル。エルさん、具合は悪くないですか？平気、エルなんてどうせ。あ、ルドガーも左手のやけど大丈夫？俺よりエルが。僕、エルの気持ちわかるんだ。それまでの努力が全部無意味だった、そう思い込んで大事な人に八つ当たりしたことがあるから。ジルニトラでミラさんが死んだ時ですね。うん、レイヤが僕を心配して作ってくれた食事を壁に叩きつけたりした。そんなことがあったのか。やっぱりレイヤ話してなかったんだね。最低だった僕が立ち直れたのはこんな風にレイヤが気遣ってくれたからなんだ。だからお願い、ルドガー、ルドガーもエルを見守ってあげて。うん、このタイミングでウィゼの真実ってすごい空気ぶち壊れないかな、心配だな。昔を思うとみんなファッション変わったよな。そうだね、特にミュゼとか。あのドレスは大精霊の威厳に満ちていますよね。いや、本人から聞いたが、あれはドレスではないぞ。精霊の力が服のように具現化しているだけで、基本的に全裸だと言っていた。全裸？驚くことはない、ウンディーネやイフリートも同じだろう。ということはミラも全裸？ミラまで全裸かどうかは知らん。ルドガー、一人だけ黙るのはずるいぞ、なんか言え。隠されてるから、もうな、もう空気壊れた。実は俺の外郭も変身部分は裸なんだ。お前の裸はどうでもいいんだよ。想像して一気に冷めちゃいましたね。すまん、今のは俺の失言だった。ルドガーのフォローのおかげで助かったね。危うく王として危険な領域に突入するところだった。礼を言う。それはそうと。変身中のルドガーって裸だったんだね。くっ。姿勢に紛れエレンピオスを視察するなどもってのほかという声もあったが、やはり来て正解だった。特にルドガー、お前の協力を得られたことは大きい。これはささやかな礼だ。受け取るといい。おお、ガイアスというか、野郎どものアホな会話でちょっと救われるとこあるよね。そんなわけで、また借金返済パート入りたいと思います。いやしんどい、いやしんどい。今回現れたキャラクターエピソードいくつですか？一つだけですね。じゃあその一ついきましょう。イルファン